浜名湖東急サニーパークは浜松市で合宿を行う東京パラリンピックブラジル選手団の車椅子テニスの練習会場に指定されています。選手の方々が気持ちよく練習できるよう浜松市と協力し、環境を整え全力でサポートしていきたいと思っております。